ストリートファイタークロス鉄拳バージョン2013のジュリアちゃんの主な変更点について見てみましょう。まずジュリアの体力が1000から950に変更されました。体力が減少したため今までより少し注意しながらプレイする必要があります。バックステップの移動距離が 40% 減少されました。前回のバージョンではジュリアは一度のバックステップで相手のほとんど全ての攻撃プレッシャーから抜けることができたため弱めに調整されました。しゃがみジャックキックの攻撃判定が縮小されました。この技は非常に使いやすいものでしたがリーチがあまりにも長かったので短縮されました。個進行のダメージが50プラス80合計130から50プラス100合計150に上昇されましたのでコンボの最後につけることをおすすめします。選球体の性能が変わりました。弱選球体では発生フレームが8から6に調整されそしてダメージが120から130に上昇しましたので対空技として使いやすくなります。ただガード硬直が10フレーム削減されガードストップが3フレーム軽減されそしてガードバックが縮小されましたので相手のガードが成功したら確実に反撃を食らうことになるでしょう。 EX 戦尻尾の技が強化されました。ヒット効果が壁バウンドになってさらにダメージが70から100にアップされましたのでコンボのバリエーションが増えます。前回のバージョンではジュリアの絶唱鉄弾鋼はゲーム内の一番速いスーパーアーツでした。それによって他のキャラクターが反撃できないところにジュリアのみが反撃できました。ゲームの全体バランスを整えるために1フレームから3フレームの発生に調整されました。ジュリアは以前のバージョンと比較すると少し使いにくくなりましたがまだまだ強いところがたくさんあります。さらに EX 戦尻尾の技が強化されましたので新しいコンボと上昇されたダメージを楽しむことができるでしょう。